今回は違う。今までこういった事態への対処はエリシアがしてきた。強い力を持つ者ほど軽率に行動すべきではない。それが彼女の主張だった。それだけではない。彼女に痕跡を残されたのは人類だけじゃない、世界もだ。この話は忘れた方がいい。誤解しないでくれ。あの剣を前にすると言葉自体が無力なものになるんだ。その質問を口にするのは君がまだ知らないからだ。彼らにとってエリシアの存在が一体どんな意味を持つのか、現実がすでにその件を証明している。気づかれた。近づきすぎたのかな。何せあれはケビンだ。それにリッツ社もいる。まだ続けるのか。うん。でもその前に絵を描いてもいい？コズマ。だがまあいい、次はない。まだだ。Yeah!
別の問題を考えていたからだ。手分けして行動しよう。これが誰の力か君も分かっているはずだ。いや、君と接触するまではそうではなかった。君はこのまま目的地まで急ぐといい。僕は戻ってグレイシュを説得する。心配はいらない。